シャーロットさんね、めちゃめちゃ背高いですね。女装しとったんですよ。普段ゲイナイトっていうのがあって、はい、ゲイナイト、はい、重たいこれ。ちょっといいですか、はい、時間くらい。これちょっと見せてもらっていいですか、はい、これ何なんですかね、なんかあんま、ね、僕も初めて見るんですよ。楽天で買いますか、めちゃめちゃ長いですね。ステージ衣装的な、ちょっと やってもらっていいですか。これ下どうなってんすか。めちゃめちゃ背高いです。あ、こういう感じなんですね。これ岡山に売ってある。あ、いや、ネットです。あ、ネットで、はい、アマゾンで。そうね、アマゾン。シャーロットさんね、めちゃめちゃ背高いですね。一応 何センチぐらいなんですか。今これで2メーター5センチ。バスケット選手みたいな。僕もね、昔女装しとったんですよ。女装して働いとったんですよ、はいはいはい、あの中央町 のジョーカーっていう。あっこで、なぜ人がいなくてやってくれって言われて。ああ、そういうシリーズ。こんな感じだったんですよ。どっち？こっちなんですよ。え、綺麗でしょ。やばいでしょ。照明感がすごいわでしょ。どうやったか、ちょっと待って、こんな感じだったんです。あ、でも綺麗よ。でしょ。私好き、この女装。これ やってもらったんです。書いてもらったんですよ。同じ匂いを。なんか結構なんか好きなんですよ。あえてよかったんです。ちょっと握手、ごめんなさい。なんか初めてなんだ、YouTube が。あ、ほんまですか。ソミヤさんのアプリのマスク、シャーロットシールブタンと言います。なんか、いろいろとイベントに行ったりとか。そうですね、そうそう、なんか、まあ、私ら普段ゲイナイトっていうのがあって、はい、ゲイナイト。あ、なるほど。そういうのに、こういう人がいるんですけど、いろんなイベントに出たりとか、そう、こういう派手な女装で盛り上げさせていただく。シールブタンさん、結構力とか強そうですよね。握力今落ちましたけど、マックス70ぐらい。ちょっとチャレンジとかできますか。チャレンジできない。慣れてないから。マックスちょっとだけ、両手でもいいですけど。ナイキだから。おお、重たいこれ。まあまあでも、ありがとうございます。フィールドでこれはすごいです。男でおろす。シャーロットさん、おしぼり。あ、ありがとうございます。これで、このタイミングのおしぼり。シャーロットさん、やっぱ女の人より男の人が。女はもう泣けんですね。会えてよかったです、なんか。ね、こちらこそですね。え、よくおられるんですか。足住んでるのが岡山なんで。あ、そうなんですか。なんか、ノリが良さそうですね。ちょいちょいなんか見るんですけど、なんか朝方すごいわちゃわちゃやってるところ。そうですね、多分暑いです。でも平日は。そうですね、平日は普段昼の仕事があるんで。ああ、やっぱり、まあ、そこはうまく切り替えて。その今日はたまたま明日が休みやったから、どっかで お店をはしてないです。ああ、もうパーティーとかそういうの。あ、趣味で。そうですね。2メートル嬉しいですよ、ありがとうございます。ね、ゆっくりしてください、今日も。はい、というわけでシャーロットさんは、はい、時たまもしかしたら岡山の夜でいるかもしれない。はい、いると思うんで、ぜひまた皆さんぜひ。もシャーロットさんすごいいい人なんで、ツーショットとか全然。あ、全然 OK です。ね、ありだと思うんで。漏れなくチップが発生しますけど、優しさということとかね。ありがとうございます。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。